こんばんは。ようこそ初耳怪談ファーストテイクへ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。はい、そして本日もですね、先週に引き続きスペシャルゲストの方々にお越しいただいております。YouTube チャンネルタックー TV レディオよりタックーさん。そしてプロ雀士の二階堂ルミさんです。お願いいたします。お願いします。で、まずタックさんですが、はい、登録者数137万人。大人気のね、都市伝説系ユーチューバー、もう本当にもう皆さんご存知だと思うんですけども、聞いたところによりますと、100万人を超えるユーチューバーの方って全体の 1% にも満たないらしいです。1%？ チャンネル持ってる人の 1% なんですか、僕。臭い。まあ調べてるでしょ、自分で。知ってましたよね。はいはい、そうですよね。しかも僕上位 0.3% って言われてるぐらいですね。もっと言うと、なんか YouTube で生計を立てれてる方が 3% なんですって。で100万人超えてくると 1%、 さらにプラスその収入とか100何万で見た時に、僕はその 1% の中の上位 0.3%。ちょっと恥ずかしくなってきたな。言い出した自分やから。知名度上がってきて、やっぱり嬉しかったこととか、あと逆に思っても見なかったこととかあると思うんですけど、なんかそんな話ってあります？これはそこの会社だけがそうなのかわからないんですけど、カードが1回で大きい額切った時にちょっと止まっちゃったんですよ。で、そのちょっともう一度調査見直しさせてくださいってなった時に、急に電話で、もしかして YouTube のチャンネルとかやられてます？ああ、やってます。タックテレビみたいな、まあ知らないけど TV、 あ、そうですそうですって言ったら、あ、少々お待ちくださいって言ってすぐにカードが復活したんですよ。すごい。なんかそこだけなのかわからないですけど、それが一つちょっとこう信用になってるのかなみたいな、やっぱりちょっとちゃんとしないとなとは思いますよね。なので誰が見てるかわからないし、そういう緊張感はやっぱあります。ありますね、常にやっぱり。そしてですね、プロ雀士の二階堂ルミさんです。お願いいたします。よろしくお願いします。勝ちよりも手役作りにこだわるなんていうふうにも言われてるって話があるんですか。一見なんて言うんだろう、まあ簡単に上がれなさそうな手の時にその点数をたくさんもらえるような手作りをするから、そういうふうに見られがちなんですけど、基本的にその簡単に上がれそうな、まあ、単品系っていうんですけど、単品系が見える時は普通に単品に行きます。でもやっぱりこうその勝ち筋ね、そのあ、これが完成するかもって思った時にはそういうちょっと夢ロマンを結構追うような、見てて楽しい打ち筋もまあ魅力ってことですよね。そうですね、はい。あれ一番好きな役とかってあるんですか。一番好きな役は地方です。天宝はあるんです。あ、天宝ってあれですよね。廃牌された時にもう役が完成してたっていう。天宝って漫画で坊や鉄ですか。坊や鉄。坊州さんが天宝上がった瞬間に死んでたっていう。犬にの天宝ですよね。そうそうそう。もしかしたら死んでるかもしれない。ぐらいすごい運を使うかもしれないとか言われてるっていう夢のですもんね。役ですもんね。では早速怪談の方に行きたいと思うんですが、本日怪談披露していただくのがタックさん。おというか、はい、僕です。おというかですけど、今日もね期待しております。お願いいたします。久しぶりですね、ここ。緊張しますね、ここは毎回。本日はなんと初おろしの怪談を披露していただけるようです。それではタックさん、よろしくお願いいたします。ちょっとこのお話というのがですね、今のリアルな不動産屋の事故物件事情というか、まあ、そういったお話なんですけど、最近ですね、不動産屋を経営されてる方とですね、ちょっとお話しする機会がありまして、というのがこれ僕がちょっと物件を見に行ったっていう時なんですけど、でその時ですね、その不動産の方が「やっぱタックさんですよね」こう僕の YouTube の視聴者さんだったんですよ。で、まあ、そういうこと結構あるんですけど。まあ僕もちょっとオカルトであったりとか、そういう事故物件というのをコンテンツにさせていただいた時もあったので、ちょっとね、不動産の方でこれ聞きたいなということがやっぱりあるんですよ。まあやっぱりそれが事故物件ありますかって、聞いちゃうんですよ。で、まあ都内の不動産の方だったんですけど、タックさんちょっと聞いてくださいと。これなんかやっぱ事故物件ってずっと誰も住んでないとか結構言われがちなんですけど、これ実は今全く真逆なんですと。事故物件って今若者にすごい人気なんですよ。だからもうその事故物件目的というかで、もう聞いてくる人もいますと。なんか事故物件というか値段家賃下がってるとこないですか。やっぱそういう方って結構若い方多いので、実際何か起こることって少ないそうなんですよね。で結局家賃が安くて、学生で都内 1LDK にこれぐらいの家賃で住めてということで、もう大体3年4年ぐらいはずっと埋まりっぱなしですなんて言うんですよ。だから高橋さん、これ嘘じゃなくて、今このうちが取り扱ってる物件で事故物件今空いてるとこ1個もないんです。まあ、結構いろいろ起きたよとかいうのはあるけど、まあ、実際空きがないっていう状態なんですって。だから僕それ聞いてなんかちょっと拍子抜けというか、あ、そうなんだ、今事故物件ってそんな感じになってるんだとか思ってたんですけど、まあ、その方がですね、あ、でもタクさん、そろそろ開くんじゃないかなって物件ありますよ。それ どういうことですか？そろそろ開く、今開いてないんですよね。はい。ただまあちょっとそこの、まあ、物件っていうのがテナントなんですと。でも多分そろそろ開くと思います。開いたら連絡しましょうか。なんすかその話ちょっと聞かせてもらっていいですか。いや、まあちょっとあんまりこう全部は言えないんですけど、その物件っていうのがもともと女性の方が所有していた場所なんですよ。うん、で、そこを急にテナントで募集出したいからちょっとこう管理と募集お願いできませんかということでお話が来たと。でさらにですね、その女性の方ちょっと全く使ってないキッチンとかテーブルとか調理器具があるんです。これ希望があれば次、ここ応募来た方に使っていただいて結構ですって言うんですよ。でその場所の立地だったりとかこう見てみると、まあ、交差点付近にあって人通りがかなり多い、うん、もう経験則から言えばここで飲食店を始めたらもうほぼ 100% 成功するだろうぐらいめちゃくちゃいい場所なんですよ。でなんかこれちょっと怪しいなと思って、まあ、その女性の方にですねちょっとここ何かもしかしたらありましたかとか、まあ、そういうことを聞くわけですよ。そしたらいや実はと話し出してくれたんですけど、まあ、その方実は妹さんがいらっしゃいまして、で本来はその場所妹さんが自分のずっと長年夢だったカフェをオープンするための場所だったんですね。で1年ぐらい準備かけて全て用意して、でもう資金も集まって、あとはもう来年開業するだけだっていうふうになってたんですよ。ただそのタイミングで、まあ、惜しくも、まあ、その願いは叶わずというか、まあ、その妹さんは亡くなられてしまったんですよ。でただ、まあ、この残しておけばいつかこう帰ってくるんじゃないかっていう、こう思いがあってずっと残してたんですけどと。まあちょっと私も前に進まないといけないなと思ってここをもう売りに出すことに決めましたって言うんですよ。あ、そういう事情がありましたかと、ありがとうございますと、まあ、ちょっともうすぐ埋まると思います、お任せくださいと言ってその物件管理始めたんですよ。うん、そしたらもう募集したらもうすぐに来るんですよ。うん、で実際その中には大手チェーン店とか、はい、とかも来たりしたんです。はい、でしかも賃料も別にそこで何か起きてるわけじゃないんで事故物件ではないんですよ。うん、でだから賃料も別に下がらないんですよ。でもどんどん応募来るんですよ。ただそこ絶対1年持たないんです。1年以内に絶対潰れてしまうんですよ。で最初はたまたまかななんて思ってたんですけど、なんであそこ潰れるんだろうねってこう不動産の中でも話になってたんです。ただ4店舗目の時ですよね。でこの時、まあ、ちょっとその不動産のオーナーの方とその4店舗目の方のオーナーさんの方、ここはちょっと知り合いだったっていうのもあって、ちょっとなんか聞いてみようかなと思って。潰れるって決定した時に結構潰れてるんですけど、こう何なんですか、何かありましたって聞いたら、いやなんかそもそもあんまお客さんがねなんかわかんないですけど入んないんだよね。なるほど。でさ、なんか言ってないことない、いや別にここで何も起きてないですよ、いやいやいや本当になんかアルバイトの子が閉店作業してたら全然知らない女の子が一緒に閉店作業してたとか言うんだけど、ああちょっと不気味でねって、本当なんもないよね。その方はピンときたそうですね。うん、だからまあ本当今の事故物件っていうのはそこで何が起きたかっていうよりは、そこが誰にとってどんな場所だったのか、ここちょっと見てみるといいかもしれません。以上今の事故物件のリアルな事情でした。ありがとうございます。でも本当にあるみたいですよね。やっぱり家賃が下がるから、もう別に霊感ないしっていう人からすると、めちゃめちゃ都心に住めるし広いし、むしろ住みたいっていう。以前もうね大手の不動産会社がもうここ事故物件で幽霊出ますっていう、だから安いんですっていうふうに出したんですよね。その文言が面白くって、日当たり良好、トイレバス幽霊付きって歌って出したらもう倍率すごかったっていうぐらいみんなが住みたかった。ちなみにそこのテナントの店舗、はい、今7店舗目だそうです。へー、なんかないですか、交差点付近でよくここなんか変わるなみたいな、よく潰れるよねみたいな。特に僕の印象で言うと踏切横のお店とかめっちゃ変わるイメージなんですけど、だから霊ってどちらかというとその直接危害を加えてくるよりは運気を下げるっていうことの方が実は多い。なるほど、はい、だからまあ気づかないだけであって本当の事故物件ってそっちなんじゃないかなっていうのは僕ちょっと思いました。なるほどね、はい、だからその今7店舗目で借りたのが去年のいつぐらいだから、そろそろ開くと思いますよっていう話だったんですよ。いや、ありますよね。めちゃめちゃ立地いいのにまた店変わった、また店変わったって、なぜかっていう場所。そう、もしかしたらその誰かにとってのなんか大事な場所だったりするんじゃないかなって。あれなんですか、さっきねその閉店作業してる時にまた別の方が女性の影が見えてその人が閉店作業してたみたいな話だったじゃないですか、はい、ちょっとそこでお店をやりたかった妹さんがそこにってことなんですじゃないかなっていうのも、入ったばっかりなんでオープニングスタッフとかで違う店舗からこう集められたりとかで、あんまりこうこの人まだ顔見たことないなっていう状況が多かったらしいんですよ、うん、で4店舗目の方でしか聞けてないけどみたいな、その全然知らなくてこんな子いましたっけみたいな人が一緒に閉店作業してた子でこんな子いましたと聞いてきたっていう話をされたらしくて、いやそんな子おらんけどなうちみたいなことがあったらしいんですよ、うん、だから本人たちもそれをまあ幽霊だとか思ってないというかちょっとこう不気味だなっていう話なんですけど、まあ、その不動産のオーナーの方からしたらちょっと心当たりがあるというか、カフェを開きたかったその妹さんがもしかしたらこう一緒になって働いてるんじゃないかなと、ちょっとそういうのは隠れ事故物件ですね。はい、隠れ事故物件みたいな。隠れ事故物件、うん、でも公表されてないってことですよね。そう、だから告知の規模が特に必要ないわけです。だから事故物件ではないですもんね。だからでもまあ結果的に事故物件になってるから隠れ事故物件、隠れ事故物件ですよ。あれ新しいの出ちゃいましたね、とうとう。そう、空いたら連絡しましょうか。俺1個あるんですけど、交差点で僕ね2店舗そのテナントが入れ替わってる、2つ僕場所今心当たりあるんですけど、何店舗かこう店が変わって両方なんかそのままもう変わらずに今営業し続けてる店があって、その2店舗共通してるんですけど薬局なんですよ。薬局とでもう1店舗が漢方薬とかの薬系ですよ。薬系なんですよ。でなんで薬系がそこに入るとストッパーというかその店舗が変わらなくなるのかなって僕考えてたんですけど、来るお客さんって飲食とかだとやっぱ元気な方来るじゃないですか。だからそこにいる霊体ついていけないんですよ。薬局って弱ってる方来るじゃないですか。だからもしかしたらその霊体がその患者さんについていっちゃうのかなと思って。面白い、まあ、僕の単純な思いつきなんですけど、でもたまたま2店舗そうだったんです。ずっとね入れ替わりが激しかったのに、薬局が入ってそこが長続きするっていうのはなんか薬局は大丈夫なのか、そうなんですよ。なんかそんな気がして、いや面白い。あと僕思ったんです、さっき思ったのが、はい、次から次から入るお店っていうのがいろんな業種だったわけじゃないですか、はい、そこが例えばカフェで、はい、でその妹さんがカフェをそこでやりたかったわけですよね、はい、妹さんの意を組んであなたがここでやりたかったって話も知ってます。なので私もここの場所であなたがやりたかったそのカフェのようなことで自分もやっていくので力貸してくださいねって言ってカフェをオープンさせたら逆に味方になってくれるんじゃないのかな、繁盛するんじゃないのかなって思ったりも、運気が逆に上がるという、ありえますね。であと運気が下がるって話ありましたけど、よくね言うのがその満員電車なんだけどポツンってなんでみんなあそこ座らないの、みんな座りたいのにそこって幽霊が座ってる説があるんですよね。みんながなんか嫌だなと思って座らないのか、人によっては見えて座ってると思うから座らないっていう話があるんですけど、なんかやっぱりその見えてない人もその満員電車で座りたいのに席が空いてるのに座らないってなんか避けるわけですよね。うん、でやっぱり幽霊がいる物件っていうのはやっぱりなんか避けるんでしょうね、うん、お客さんが。お客さんがなんかこう人通りも多いのにこう飲食の経験からしたらもう絶対ここは成功するっていう場所らしいんですよ。でもダメだっていう、空いてんのになんかっていう。さあ皆様いかがだったでしょうか。この番組ではですね、視聴者の皆様から身の回りで起こりました不思議体験随時募集しております。個性的な怪談師が揃っておりますので、ぜひ皆さんふるってご応募ください。お願いいたします。というわけで本日のゲストはタックー TV レディオよりタックーさん、そして二階堂るみさんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。